こんにちは、この早野小島です。今回はセミナー営業方法実況中継プログラムのご案内をしたいと思います。まずこのプログラムで何が身につくか学べるかっていうと、セミナーを使ってお客さんを獲得する方法ってところが大きなところで、それに伴って必要になってくるセミナーのシナリオ、スライド資料で、さらに、まあ、セミナーに集めなきゃいけないので、セミナーに集客するために必要なランディングページだったり、ポータルサイトだったり、その辺の、まあ、用意の仕方について一部始終をお伝えする、そんなようなプログラムになっています。実際、このプログラムのやり方をそのまま真似ただけで、セミナーに集客して、そこで商品を売る制約率っていうところが 80% を超えたって方がいらっしゃいました。なので、この通りにね、まずは真似していただければというふうに思います。で、前提としてなんですけど、まあ、セミナー営業って、まあ、スモールビジネスにはかなり最適な営業方法だと思います。で、結構ね、コーチ系、コンサル系の方って、セミナーを軸とした顧客獲得っていうのをね、してる方も大多数だと思うんです。それくらい相性っていうのがいいんですよね。でも、まだやったことない方とか、やりたての方っていうのは、セミナーを、まあ、作って、話してお客さんを取るっていうのは、結構道のり長いなとかね、ハードル高いなって感じてしまう方結構多いと思うんですよ。でも、まあ、僕らも何回も何回もね、年間100回以上とかセミナーをやってきた中で、その経験からも言ってですね、あとお客さんとか生徒さんをサポートしてきた中でですね、セミナー営業ほどお客さんを高確率で獲得できる方法ってないなってことに気づきました。もうこれが一番の手っ取り早い方法になります。で、実際僕たちも、まあ、月のね、売り上げ、まあ、恥ずかしながら10万円とか20万円の時期があったんですけども、このセミナー営業を試行錯誤をやったらですね、それの、まあ、10万、20万のところから500万というね、一気にいったっていうね、ことも最初の小さな変化としてありました。まあ、小さな変化ではないですけど、それくらい収入のインパクトっていうのは大きかったんですね。そのやり方っていうのをね、今回のプログラムでご紹介をしていきます。で、まあ、セミナー営業って考えるとですね、まあ、セミナー開催したいんだけど、まずセミナーの中身を作るのが難しいっていう悩みを抱えている方いるんじゃないかなと思います。中身ですね、スライド資料だったりだとか。で、その次に、セミナー開催するのはいいんだけど、人集まる気がしない。ね、集客の問題。まあ、こんな悩みがね、結構上がってくるんだと思うんです。で、今回のプログラムではそれを一気に解決しましょうというふうなね、コンセプトになっています。で、このプログラムで学んでいただく、まあ、キーワードとしてはですね、まずセミナーシナリオ、売れるセミナーのシナリオ、コンテンツの作り方、資料の作り方、そしてセミナー集客に必要なツールの揃え方っていうところになります。で、このシナリオもかなり科学されたテンプレートになってますんで、楽しみにしていただきたいのと、この使うツールですね、ランディングページ、セミナーズ、告知図だったり、ポータルサイトにもどうやって登録するのかとか、これはメルマガとこうランディングページを絡ませてどうやって集客をセミナーにするんだっていうところまで実際に手を動かしているところをですね、現場の様子をお見せしますので、ぜひ真似してやってみてください。はい、ということですね。まあ、そんなところで、まあ、実際に今僕説明しましたけども、セミナー営業方法実況中継プログラムでどんなものを扱うのかっていうところについて、次にスライド資料を交えて詳しくご説明していきますので、そちらもご覧ください。はい、ではこちらでプログラムの詳細についてご案内していきます。まず学んでいただきたいことはね、何かというと、スモールビジネスのセミナー営業法ということで、このセミナー営業法っていうのは、顧客獲得をできる、顧客獲得型のセミナー営業を今回作っていきますということなんですね。単なる情報を与えて、あ、満足っていうセミナーを作るわけではなくて、ちゃんと聞いた人があなたに頼みたいと、ね、この早さんに頼みたいとかいうふうになってもらえるような戦略的なシナリオ作り、こんなところから始めていきますということですね。まず基本について、セミナーのイロハについてですね、お伝えしていきます。で、セミナーコンテンツについてなんですけども、セミナーコンテンツを作るところ、一部始終をお見せします。で、スライド作成ソフトってものを使っていきますので、それの基本的な使い方についても触れます。あとはですね、Xmind というマインドマップとスライド作成ソフトっていうのはすごく相性がいいので、この辺の使い方、実際に現場でどうやってるかについても全部公開していきます。セミナーの構成についてなんですが、まずね、前半と中盤と後半に分かれてまして、前半は自己紹介、問題提起、共感ってことですね。これ一個一個話すとかなり長くなってしまうので、これぐらいにね、さらっといきたいと思いますけども、この順番っていうのが肝になるんですよ。で、自己紹介でどういうことを言うのかとか、問題提起でこういうことを言っとかないといけない、で、共感ではなんでこの順番でこの共感が来るのかっていうところに全部科学されていますんで、この通りにやっていきましょうということですね。
で中盤ですね、これも全部出してしまおうと思いますが、なんでそれが必要なのかっていうのを教育すると、あなたの考え方、あなたの商品に通ずる考え方だったりアイデアっていうものの教育をしていきます。でそのためにじゃあ何が必要なのか、で実際にそれをどうやっていくのか、どんないいことがあるのか、これはまあベネフィットだったりってところですよね。実際にあなたが教えたその情報を実践することでどんないいことがあるのか、でこれを試した人がどうなったのか、このシナリオは結構ミソです。はい、特に345のこの345からのこの流れですね、ここを抜けちゃうと、あ満足した、あ勉強になったなっていうセミナーで終わっちゃいます。でこのシナリオはね、もう何度も言います、かなり科学されていますので、これ1個でも欠けちゃうと本当にいい内容を話してもあれお客さんになってくれないってなってしまいますので、特にここは力を入れて作っていってください。で後半ですね、でこの後半も手を抜いてしまうとあなたのお客さんにはなってくれません。なのでちゃんと、情報を伝えたら緊急性、これはまあ今やらないといけませんよっていうのを簡単に言うとね、あとは断る理由だったりこの辺で入れていきます。でコネクトっていうのはあなたの商品サービスにつながる、まあ、ブリッジとなるきっかけに、まあ、誘導するような言い方ですね。で最終的にはセミナーの終わり何をしたいかっていうと個別面談への案内です。1対1のセールスの場所にいかに誘導してくるか、この流れについてもしっかり設計されていますので、この通りにやっていってください。で実際にセミナーの構成を考えましょうということで、これもねあなただけにやらせておくのも、まあ、やっぱりね、現場の人間としては申し訳ないので、実際僕たちので作っている一部資料をお見せしていきます。でどうやってセミナーコンテンツを作っているのか、でどうやってマインドマップを活用しているのか、セミナーのまず中身をいきなり作り始めるのはどんなプロでも無理なので、やっぱりアウトラインから作るんです。このアウトラインができればもうほぼほぼ8割ぐらいはセミナー終わったと思ってください。でこのアウトラインをどうやって作るのかについて見ていきましょう。でこの作ったアウトラインを今度スライド資料に落とし込みましょうねということになります。でセミナーのねコンテンツってのは作り終わったら今度ね集めなきゃいけないですよね。セミナーねコンテンツいいのできても人来なきゃ意味ないので、どうやって集客するかっていうところで、それでランディングページ制作ツール、これ無料で使えますので、この無料で使える LP 制作ツールというものを使ってしっかりランディングページを作っていきましょう。そしてデザインも簡単にしていきましょうねということですね。でセミナーをセールスするためのテンプレートのページも用意していますので、これも真似してやってみてください。でセミナーの告知方法というところですけども、これ、ね、ランディングページ作ればこれがベストなんですけども、その他ですね、やっぱポータルサイトっていうのがあります。やっぱセミナーとか告知図とかっていうのがあるんですけども、そのまあ代表的な2つのサイトへの登録の方法についても補足として説明しますんで、これもね、マニュアル通りやってみてください。でメルマガ、Facebook でセミナー告知方法ということですけども、まあ、メールチンプで告知をする方法、これですね。メールチンプという、これも無料で使えるツールですので、これで、まあ、メルマガスタンドですね。こちらで使っていくと。でちょっとね、まあ、細かい、これだけ読んでもちょっとわからないと思いますけども、まあ、簡単に言うと、ランディングページ、そしてまあメールマガジン、Facebook とかね、まあ、SNS っていうものを使って、どういうふうにセミナーをセールスしていくのかっていうところの、ここもね、全部プロセスをお見せします。でね、こちらがプログラムの内容になるんですけども、こんな方はね、ぜひぜひということで、お客さんを獲得できるセミナーを作りたい。単なる情報を与えるではなくて、それを聞いた人が頼みたいなとかね、あなたから買いたいなってなるセミナーの作り方を学びたい。あとは、セミナー作り、集客までの仕組みを一気に作りたいと。ね、セミナーは誰でも作れたりするわけです、専門家であれば。でも、集客までの仕組みが難しいわけですよね。どうやってそこをやるのか。というところを、まあ、しっかり解説していますので、この仕組みまで集客ってところも、ね、考えたいって方もねぴったりの内容になっています。で実際ですね、セミナーをかなりね作ってきた現場で、ね、僕たちが経験したってことを全部詰め込んでいますので、その裏側ってどうなってんのと、実践の現場っていうのは机上の空論じゃなくてね、どういうふうに実際に形作ってるのかっていうのを、手の動かし方っていうのをね見ていきましょうということですね。なのでこういうことを知りたい方はぜひということですね。あとは自らの商売の手綱は自分で握りたいという方ですよね。やっぱりこの辺ね、セミナー営業をちゃんと自分の自社でできるようになってくるとですね、ちゃんとセミナーの再現性が出てきます。今回だけなんか誰かに頼んでってやってると、毎回お金かかるし、時間もかかるわけですね。セミナー開催したいと思った時にすぐ開催できるようになるっていうようなスキルも身につきますんで、まあ、このようなことにちょっとでも当てはまる方は、ぜひね、お申し込みください。はい、以上がですね、プログラムの内容になります。このセミナー営業の魅力を一言で言うと何かというと、もちろん売れるっていうのは当たり前なんですけども、一番は
先制ポジション、売れるポジションが自然と築けちゃうところ、そこにあるんじゃないかなと思います。実際現場で僕ら生徒さんとお客さんと接しているとですね、うまくこう売り上げをドーンとねこう上げてる方っていうのはこのポジション取りがうまいんですよ。だから自然と売れちゃうんです、売り込まなくても。でそれは何でできるかっていうと、セミナーというコンテンツをしっかり作り込んだものを持ってるからなんですね。でセミナーが大事だよって言われても、なかなかねこう巷の情報だとセミナーの具体的な作り方とか集客までのそのステップっていうのはなかなか明かされてないものが多いんですよ。なので今回のプログラムを通して隠さずですね、セミナーのシナリオを作るところで、集客までの実際僕たちがどうやってやってるのか、どういうステップで集客までの戦略を組んでいるのか、これを一部始終お伝えします、実況中継形式でね。なのでこの通り真似してみて、セミナー営業というものを今回ね実践していただければというふうに思います。ぜひ一個一個の操作難しくありませんので、真似してやってみてください。あなたからのプログラムへのご参加心よりお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。